コビク氏面は、大韓民国継承北道歩行市南区の面の一つ。向え平湾の東端にあり、韓国本土最東端のコビクシを要する。面域の三方を海に囲まれており、南は九流浦遊、南西は東海面と接する。古今山の山林に覆われた緑豊かな土地である。沖は、暖流と寒流が交差する、様々な魚の海遊地であり、 低地毛漁業が盛んである。主な魚介類にサンマ、イカ、タラ、ブリ、サバ、ウニなどがあり、ワカメ、天草アワビなどの養殖と缶詰、冷凍などの水産加工業が盛んである。コビク氏は韓国本土で2番目に早く日の出を見られる場所であり、蔡南前が朝鮮城敷地理編において大観重計の一つに挙げていて、国立東大博物館や、 日の出祭りなど観光地として開発されている。コビク士灯台は1903年に作られた国内最大規模の灯台で、京商北道記念物39号に指定されている。海風の強い道地には2001年風力発電機が建てられ試験稼働している。また、軍事的要衝としてレーダー基地、ミサイル基地が置かれている。東海面から沿岸を通って、 九龍浦遊まで続く、地方道第912号線が通過している。三韓時代、新韓十二国中の近畿国の領域だった。三国時代、白木の近カラス試験、またの名をカラス領有権。統一白木時代、慶徳王十六年、吉政軍の領県で林浦西佐県、立県。高麗時代、建造九年慶州府に内属して迎え被県、または、延日県。 朝剣に解消。李氏朝鮮時代、1789年には、向井引け夫山空の大府ゆせ、浦川、低速里及び朝剣北面の暁、浦川、大川、砂田高古鳥だった。1832年に向井引け夫山空の大府ゆせ、浦川里及び朝剣北面の砂田浦川里に再編し、1871年に、 向井飛県夫山面の低速、草加は、九万、浦川里と,となる。1895年、向井飛郡東海面の大冬生、草加は、九万、低速里及び長軍北面の砂田だ、大川里と,となった。民衆朝の風水地理学者南西西への、古山水広くにおいて統治が言及されており、朝鮮半島を、虎の形に例えてその王であるとして、 コビトと称している。1901年9月9日、実習生と教師30人を乗せた東京水産講習所の実習船海当たる丸が遭難。このことを受けて1903年12月にコビク氏東大が設立されている。日本統治時代、1910年10月1日、延べ日軍東海面の大冬瀬、清川、9万。 浦川道及び長軍外北面の赤月、高魂、砂田田、大川、浦川里となる。1914年3月1日、延日、高利総集面交差里、大補里、延日軍東海面王府ゆせ座と。1914年4月1日、朝鮮総督府令第11号により、延日、高利総集面交差里、大補里、東海面王府ゆせ堂。 九万堂となる。1942年10月1日、朝鮮総督府令第243号により総集面が九流浦優に昇格、東海面の九万里が九流浦優に編入される。1945年3月9日、九流浦優九万一里74の一番地に、大保出張所設置、高伊佐護、他保、九万里の三方定座と管轄。 1976年10月4日、大保出張所を、浦二里859の14番地に移転。1986年4月1日、九龍浦湯交差、多保、九万里、東海面大府ゆせ里から大はじめ面を、新設により、向井被軍が、歩行士に統合し、歩行士南区大、はじめ面へ改変した。2010年1月1日、 歩行士条例第972号、有面道の名称と管轄区域に関する条例に、基づきコビック紙面に解消した。4法定佐と10行政佐と18自然部落64番から、なる。ありがとうございます。